ワンオール接骨院長の遠藤です。本日は SR 小松さんとのコラボ企画で柔道整復師が行うトレーニングをやっていきたいと思います。今日のトレーニング内容は可動域トレーニングです。モビリティトレーニングになります。しっかり可動域を広げてパフォーマンス向上に向けて頑張りましょう。それではやっていきます。はい、じゃあチェストオープンをしていきます。まず仰向けになりましょう。右膝を曲げます。そして右膝を左側に倒します。左手は 右膝を押さえてください。右手は左側に置きます。ここから始めていきます。スタートポジションです。ここから指先を見たまま反対側に半円を描くように動かしてください。戻ります。5回いきましょう。2、3。この時指先を目で追ってください。4、大きくゆっくり動かすのがコツです。5、はい、反対側にいきます。左膝を曲げます。そして左足を右側に倒します。右手は左膝を押さえます。左手を右側に持っていきます。ここがスタートポジションです。それではいきます。入ります。1、2、3、4、5。続いてキャットバックを行います。四つん這いになってください。ここからおへそを見るようにして背中を丸くします。ここからお腹を反るようにしながら首は前を向きます。この時肩甲骨と、骨盤が動いているのを意識してください。5回いきます。2、肩と股関節の位置は動かしません。3、ここは常にまっすぐです。4、5。次は四つん這いでのチェストオープンを行います。四つん這いになってください。右手を左手の脇の下に入れます。ここから、真上まで持っていきます。肩甲骨と骨盤が動いているのを意識してください。目線は必ず指先です。5回いきます。3、4、5。反対側を行います。おつん這いになって左手を右下の脇に入れます。ここがスタートポジションです。ここから上まで持っていきます。1、2、3、4、5。次は股関節の新ボックスを行います。膝を曲げた状態で座ります。手は後ろで大丈夫です。足の間隔は少し開きましょう。ここから膝を横に倒します。膝がつくぐらいまで倒していきましょう。反対側も同様にいきます。左右5回ずついきます。2、股関節をしっかり動かしてください。3、4、5。しっかりねじってください。5、はい、次は股関節新ボックスの発展になります。同じような形になります。今度は手を後ろではなくて肩に置きます。ここから膝を倒していきます。しっかりこの時骨盤を立ててください。姿勢が悪くなったり前傾になりすぎないようにしてください。必ずこの位置です。左右5回ずついきましょう。
この時少し前に進んでしまいます。でもそれは心配ありません。進んじゃって大丈夫です。3、4、5。はい、膝立ちローテーションを行っていきます。膝立ちになります。そして左足を前に出します。この時膝の角度は90度になるように意識してください。右足は膝から頭までまっすぐになります。両手を前に出しましょう。ここから右手を後ろの方に持っていきます。左側にも持っていきます。ぶれないように気をつけてください。指先は必ず目線は必ず指先を見てください。左右3回ずついきます。3、肩甲骨が動いているのを意識してください。できる方はかかとと膝をくっつけてください。バランスが悪くなるのでより難しくなります。反対側いきます。右膝を立てます。そして手を前に持っていきます。必ず膝から頭はまっすぐです。手を前に持っていきます。それでは左手を動かしていきます。目線は指先です。左右3回ずついきましょう。ゆっくり動かしてください。皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。毎日続けて可動域を広げてパフォーマンスを向上させていきましょう。それではまた。